どうも皆さんこんにちは、コマフフです。ということで今回ですね、スマブラ SP の検証になるんですけども、前回はリベンジシューターっていう自分にダメージが加わるほどそのリベンジシューターの威力が強くなるっていうアイテムをね、検証したんですけど、今回ですねこの訴状っていうアイテムで遠くにいる相手ほど大ダメージを与えるやつを検証していきたいと思います。まあ、ちなみに調べたところによると、パルテナに出てくる武器みたいな感じらしくて、ちょっと僕パルテナ全然わかんないんでね、ちょっと何で出てくるかっていうのはわかんないんですけどね。まあとりあえずやっていきましょう。で、銃はこれ銃なんです。一応こういうすごい細くて、細いのにもうすっごい速い銃になってます。もう一瞬です。まず1メートルから試してみましょう。1メートルは6.0か。というかもう基本 6.0 なのか、この距離だったら。どっから変わってくんのかな。3メートル変わるかな。6.0 か。まあ、一応この1個の砲丸で1メートルっていう釘付けをしてるんだけどね。ちょこれ微妙だよね、かなり。これ4メートルいきます。多分こっから変わってくんじゃないかな。12だ。もう一回撃ってみましょう。変わんないぞ。今 4.4 ぐらいあるけど。あー変わった。なんか今 4.4 ぐらいからちょっとダメージが変わりましたね。ちょっと僕がそこまで計算を出せるわけじゃないんですけども、今5メートルで 8.1 か。全然わかんねえ。これメートルがどう増えるごとにダメージがどう増えるかっていうのはよくわかんないんですけど、まあ、ちょっとじゃあ10メートルぐらいでやってみましょう。えい。おぉ !27 になったってことは、約19ですね。強くね。普通に強くない?で、この銃細いから、どんどん連発できるし、で、一瞬なんで、すごい当たりやすい気がするんですよ。さあ、次は15メートルで行ってみましょう。どうやら、これ、書いてあった記事を見るに、最大ダメージを出すと、ちょっと演出があるらしいです。だからそこまでね、やっていきましょう。で、15メートル離れてるとき。おぉ強いぞ普通に。え強くね。もうほぼ 30% ぐらいじゃん。15で。うわすごっ。え、これはちょっと、結構ぶっ壊れなアイテムなんじゃないか。ちょっとアイテムの出やすさっていうのはよくわからないんだけど、これはだいぶ、いいアイテムだね。まあ、15メートルさっきの、まあ、終点ぐらいでしたね。距離は。いや、もうちょっと小さいかは分からないけど、まあ、後でやってみるか。ね、僕他の動画で終点のこと終点って言ってるんですけど、僕、小学校の地元がみんな終点って言ってて、だから癖なんですよね。終点だと今まで思ってたから、え、終点なの?みたいな。はい、どうでもいいですね。ごめんなさい。さあ、20メートル。これちょっとね、ちょっと長さに誤差があるかもしれないけど、そこら辺はすいません。おっと!出た!最大ダメージ出たぞ!今の演出が最大ダメージの演出です。今30メートルいるけど届く?届く?2発 ?2 発で死ぬの?やりすぎじゃない?え、そうなんだ。まあ、でもなんかあんまり、ここまで離れてるステージないと思いますけど、え、じゃあ待って、どこまで離れれば最大ダメージが出るのかっていうのをやってみましょう。まあ、20で最大火力が出せたってことは、15と20の間にあるわけですよ。ってことで、これ18で置いてみましょう。多分ここら辺なんじゃないかな。本当に 0.1 の、あ、ずれちゃった。この差がちょっとあるけど、まあ、大体で行きましょう。来た!完璧だ!ここだったわ。まあ、18ぐらいですね。約18。で、威力最大となります。まあでも18ってどれぐらいだって言われてもわからないけどね。多分終点は18もないんじゃないか。最大火力を出せる距離が分かったってことで、まあ、この銃がどこまで届くかっていうのをやっていきたいと思います。うん。これでもかなりの距離飛ぶよね。うん。威力と距離ともにすごい。マルスをね、30メートルに置いて、一応端から始めるんですけど、これね、端から端まで、ギリギリまで置くと90メートルぐらいあるんですね。うん。まあ、こっから始めれば十分じゃないか。まず75メートル離れた状態で。
あー届かないけど、ちょっと思ったより届いてるな。うん、これぐらいあればどのステージも十分じゃないか。さあこれ 60m に迫ってきました。どうだ、うわーマジか、もうすぐじゃん。え、そんな飛ぶ。はい、あ59、これ惜しくね、もう58ぐらいじゃね。え、当たってない先っちょ。あ、え、これもう先の方当たってるよね。ちょっと微妙だな。まあでも攻撃当たんないってことは多分これ57になると当たるな。 57.5。 え、これ当たってないの。で多分ね、もうちょっとでいける。これ 57.4 きたー、きた、ここだ。 57.345 付近ですね。うん、ここが最大距離になってます。で僕今回マルスで試したんですけども、マルスってちょっとまあ普通じゃないですか、痩せ型っていうかさ、普通ぐらいのキャラクターに多分これ2発でね、画面外まで最大力2発で画面外まで飛ばせるんで、ちょっとまあクッパとか違うのかっていうのをやってみたいと思います。一応、まあ、クッパはスマブラ SP 史上一番重たいらしい。で2位がキングクルールで3位がドンキらしいんでね、クッパやっていきたいと思います。こいつマジでおめえ全然動かねえ。まあでも多分ダメージに違いはないんじゃないかな。うん、いきます。そうだね、ダメージに違いはない、まあ当然か。2発目、あーまあそうだね、キャラにもよるけど、あすごい、3発では確実にやられます。あでもすごいね、やっぱ吹っ飛びにくいということでね、ちょっとコンピューターとこの素性を使って戦っていきたいと思います。さあということでね、僕はキングクルール使っていきたいと思います。相手村人か、取られないかな、わかんねえわこれは。まあ、キングクルール使ったわけは重いし復帰力があるから、もうこれ卑怯だな。コンピューターに言わせたら卑怯だな。出た、よいしょ、これ強いよね。4、5、6、7、7回打てるんだ。へえ、すっ、あおお待って、強っ。大戦場を選んでちょっと距離遠くしたけど強いね。え強っ、このアイテム強っ、めちゃくちゃ当てやすい。連射もできるしね結構。ということでね、みんなもぜひこのアイテム使ってみてくださいって、わかんないけどさ、俺普通にアイテムなしでいつも乱闘してるから言えないけど、そんなに、まあ、アイテムありで友達とやるときはね、ぜひうまく使ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。次回見てください。じゃあな。